アルミン・フェイは、ドイツ・アウクスブルク出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代は、ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・メンヒ・エングラートバッハや、スイスの FC ・ザンクト・ガレンなどでプレーするが、特に顕著な実績はなく、1990年に引退。引退後は指導者として、FC ・アウクスブルクなどで監督を務め、アマチュアからレギオナルリーガへと導いた。 2006年2月、成績不振を理由に、シーズン途中で解任されたジョバンニトラパットーニのアドガマとして、VFB シュトットガルトの監督に就任。トップリーグの経験は、ハンザロストックでの1シーズンのみであったため、次期監督が決まるまでのつなぎ役と予想されていたが、2006から2007シーズン、チームは躍進を遂げ、5度目のブンデスリーガ優勝を決める。 2008年11月、成績不振のため、シュトゥットガルト監督を解任。2009年7月より、VFL ボルフスブルクの監督兼スポーツディレクターを務めるも、2010年1月に解任が発表された。2010年7月より、ハンブルガー SV の監督を務めるも、ハイコベスターマンを筆頭に、ゴイコカチャルラ実力者を多数抱えながらも、 またしてもチームを掌握できず、2011年3月8日に2010から11シーズン限りの退任を表明していたが、12日のバイエルン・ミュンヘン戦での0-6と大敗を受け、予定より2ヶ月早く解任された。3年連続のシーズン途中解任となった。これにより、彼にもうファーは来ないとさえ思われていた。2011から12シーズンから、 ブンデス2部に降格したばかりのアイントラ派とフランクフルトの監督に就任。アレクサンダーマイヤーが得点を量産したこともあり、1年で昇格のノルマを達成した。2012から13シーズンもマイヤーや犬イ井イシの活躍もあり、魅力的な攻撃サッカーでリーグを席巻し、昇格組めながら UEFA ヨーロッパリーグ出場圏内の6位で終え。 その間の2013年3月26日に、フランクフルトと2014年まで契約を延長することで合意した。2014年3月3日、2013から14、シーズン限りでの退任を明らかにした。フランクフルトでの3年間でタイトルこそ取れなかったが、フェイ自身監督キャリアで、久々の契約満了での退団となった。2014年5月12日、 VFB シュトットガルトの監督に7月から就任することが発表された。しかし、第12節終了時点で再開となるなど、成績不振の責任を取り辞任した。2015年6月14日、アイントラハとフランクフルトの監督に復帰することが発表された。契約期間は2017年6月までの2年間だったが、2016年3月6日に、 成績低迷により途中解任された。2017年12月6日、1FC ケルンのスポーツディレクターに就任した。これを機に監督業からの引退を表明した。アウクスブルクをアマチュアからレギオナルリーガに導いた1993から94シーズンとシュツットガルトをブンデスリーガ制覇に導いた2006から07シーズン以外はすべてチームを崩壊させ、 途中解任の浮き目にあっている。ショートパス主体の攻撃サッカーを掲げるものの、戦術はハイ無に等しく、ボルフスブルク時代は、選手から失格の楽園を押されるほどだった。しかし、フランクフルトを率いてからは、結果のみならず、内容にもこだわる攻撃サッカーを掲げたことで、若手企業にも積極的となり、セバスティアン・ユンム、セバスティアン・ドーデなどを成長させ、ブレークさせている。 ありがとうございます。